です。お疲れ様です。今日はちょっとまあ、トビノの職人さんが要件見てくれてるということで、はい、一番最初の YouTuber のとこ、お、はい、足場 YouTuber、メガネさんが、メガネさん、もともと有名なね、はい、足場屋さん、もう名古屋で結構有名なところで番頭角でずっとやられとったんだけど、今日はちょっとシートの貼り方についてちょっといろいろ解説してくれるということで、はい、まあつまんなそうだけど聞いてみようか。どんな貼り方しようなのみんなね。あ、今ここはもう貼っちゃってるんか。もう今貼ったとこだ。はい、これなんかあるの、まあ、これ短いって、なんかここも短いでしょ。いや、あとまあ取りやすいよ。あ、ここは、あ、ここは縛りますよ。ここも縛るんだ、はい、こっちは角だね。でちょっと縛ってもらおうか。角は一番最後に縛るんですけど、はい、あ、そういうことね、はい、角は最後に縛るんだ、はい、あ、こっち先、こっち、こっち側から今攻めて、もうこっちは全部締めとんでしょ。はい、全部ね、ちょっと回っていってます。こっちからこっちから全部ずっと締めていきとんだね、これだーっと。で、こっち今度こっちの前にこっちから攻めてくる。あ、先にここを結んで、はい、角がこう引っ張られちゃう。あ、そういうことね、ここだけね、先収めなかった、はい、はい、ちょっとやってみましょうか。じゃあ邪魔これ。あ、大丈夫です。あ、もうここ閉まったの。もう閉まってないよこれ。あ、閉まってます。あ、閉まってます。すいません。あ、ほんとですね。あ、要塞から行って、そうするとこうどんだけ引っ張ってもこっちがもう収められてるんで。あ、そういうことか。あ、結局なんでシートあるかって知ってる？え、わかんないです。お前何日やったってわからんねえ、これは。飛散しないためですか？そう。塗料とかがね、はい、塗装とかで来るじゃん。うんうん、だから飛ぶわ。うんうん、だからもう絶対止まらない。だって下見て車あるの。あ、そうですよね。かかっちゃいます。あ、もう終わっちゃう。結びながら喋ってくれると嬉しいです。で、あ、こうやってね、今日向こうで縛っとんだよね。はい、一回クロスさせとんだよね。はい。できるだけそのここから隙間が止まんようにしなかったんで。ああ、なるほど。そう。それがコツな感じなんですね。そう。だから普通にこうやって縛っちゃったら、こっちに来ちゃうもんね。もうね、シートがね。うん、で、あ、もう終わっちゃったね。終わっちゃった。もう一回なんか。この、だって片方の紐で。はい。これを通します。はい、通して。裏でクロスします。裏でクロス。クロスさせとることで、はい、引っ張りやっこさせるみたいな。ああ、はあ。そう。で、できるだけキュッてやるもんで。で、これでゲットしまった。はー、なるほど。そう。そんな感じかね。で、なんかその裏技的なやつもあるでしょ。まあ、ちょっと大きい現場とかは使えないんですけど、うん、まあ、早く縛る、うん、縛りたいとか、どっかでやってみようか。お、向けに。じゃあそちらで。うん、それは仕事だもんね。できるだけ早くやっていかなきゃ。はい、うんうん、これ今、紐がついてないから、つけるんだよね。まあ、こういう場合はつけていかなきゃね。うん、で、今度はもうこの、今度一回バラしたのこれついとる状態じゃん。そうです。ついてないところはもう一回つけるってことだよね。はい、うん、じゃあどこからがポイントになってくる感じですか？まあ、これはこう両方紐が最初からついてる前提なんですけど、はい、まあ、こうやってついてるやつを、ついてるやつ、普段だったらこう通すんですけど、はい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 、これを通さずにこう両方1本ずつ持って。ああ、なるほどね。ただ前後だとそれダメだよって言われると。そうですね。あ、通さずにってことですか？え、もうなんで、そうですね、裏で。いやいや、やっぱ下に引っ張ってる分寄り切らんってことだよね。ああ、クロスさせるだけで、この通す手間を省く。はあ、はあ、はあ、通、クロスさせて、本当だったらこう通すところ、うんうん、で縛るじゃないですか。はい、うん、これがない分早いっていう。うん、でここを縛ったらここで縛らんの、なんで。なんで下に持ってくる？あ、もうシートをピンと張るためですね。あ、ギュッと下に張るために、上から下にギュッ引っ張っていくために。なるほど。まあ、見た目もやっぱ見た目も綺麗になるとかね、はい、で よくあるのは、要はトビさんでよくあるのはこれ一個飛ばしでやるところ結構多いよね。今ない、あんまり見ないですね、僕は。あ、もうあんまりもう見ない、結構一個飛ばしとかも低いでね。へえ、見栄えがすごい悪いんだ。結構ほんと汚いし、あとるとこあるでしょ。ありますね。ほんとにもう、うちは結構やっぱ消耗品だけ買い替えとるし、うん、やっぱ綺麗なやつ使っとるし、だでまあ本当にシートをじゃあ汚いから何って思うかもしれない。自分の家塗るの嫌でしょ、あんまり汚いシートで。どんななんかよれたような塗装屋に頼んだんだと思われちゃうじゃん。そうですね。やっぱ綺麗なシート貼って、あとはやっぱ飛ばないようにね、絶対。うん、古いもの使うと隙間もこうスカスカになってくるもんね、シートがね。もう綺麗に貼ってるようにこうやってね、こうやって下に引っ張っていくことでパンパンにして、で張りがないと要はこういう隙間から飛んでちゃうのもあるじゃん。うんうんうん、でそこだけだよね。なるほど。まあ、そんな感じですか。まあ、他にも何かありますか。気をつけるとやっぱ角を気をつけること、うん、まあ、
キュッと縛るのは大事なんで、うん、これこっち側のこれ入り銃みたいなのどうしたの。あ、こっちはもう最初に縛って、こっちは先に縛っていいんだ。で、またそっち側を縛って、うん、デジみたいなのが手ごわいんだ。そこを最後にちょっとちょっとじゃあスピード見てみようか。でコメントよろしくね。ちょっと待ってみんなね、早いか遅いか。あ、ストップウォッチで測りました。ここやめましょう、これ二重になってるんで。あ、そういうことね。二重になってるんで、やめましょう。ちょっと意識ここちょっと、では、いい年越えて真剣になってる。いや、ここちょっとささーっと、じゃあちょっと、こう、ひも両方つけていいですか。5分トライよね。じゃあ、よーい、スタート。実際結構かかると思うよ、シートもね。うん、ここで、あ、縛っていくんだ。これ、ちょっとあれ、やったらかいやつやってるじゃん。ダウンとワーカーになっとるもんね。やったらかいやつやってるじゃん。いやでもこっちは早いってことですね。こっちは早い。まあまあ入り済みだでいいよね。そうですね。出済みとかそういったで結局、まあ、まあ それも現場の合わせだもんね。うん、結局取ると絶対止まんようにだけはしてたらなんだけど。うん、あとはもうそれでもやっぱ飛ぶから車とかには養生するでしょって言って。塗装職人がね。あ、切れちゃった。でこういうのもあるね。そうですね。ああ、そっか。じゃあ、ずっと、いや、もう大丈夫です。その時間、がっちり測ってるわけじゃない。大丈夫。あの、みんなの足場のやつ見て、測ってるんだよ、みたいな。まあ、雰囲気だよね。雰囲気でこうやって、やっぱ、見て。うん、雰囲気で。でも、結構かかるでしょ。こうやって、まあ、喋っていっても、ちょっともう、指が急いとるけど。でも、こんで全部やると思ったら、紐だけだよね。これ、垂らすとかが、最初垂らしとるでね、全部。そうですね。垂らすのね、半分。で、紐で半分じゃないけどさ。そうやってやらなきゃね。こうやって紐で早いっすね、やっぱ、はい、やっぱその裏技使った方がより早いっすね。今は使ってないです。今は使ってない、使ってない。でデズミンとこだもんね、余計だよね。あ、そうなんだ、ね、それがさっきの言った一番難しいところ。あ、そうかそうか、うん、で、ここは両方出とるもん。終わっちゃったっすね。あ、こっち終わったね。終わっちゃいましたね。でもほんで、あ、これ行きましたわ。まあ、まあ、これ次下の回で、ね、あ、ちょっと20とこちょっと仕上げて。あ、じゃあここでね。で今こっちに来たけど、まあこれは二重ね、まあ、これはシート二重になっといて下で折り込んどるんだわ。折り込んで、要は、まあ、長さがね、はい、長さが短いのが欲しいから、うんうん、こうやって短くして二つ折りにして上に上げてるってことですね。これはどうやって縛っていくの。あ、これは全部穴通して、あ、で外のシートで収めていくのか。そうです、うん、まあ、で中のシートで収めちゃうとやられちゃうもんな。あの見た目が悪いでね。で外のシートがピーンと割っときゃ別にいいよね。こっちの中まで通すの。あ、中までところどころが通さないとパタ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 するので、下に引っ張るとやっぱキュンってなる、ね、キュンってなるんですね、うん、そう。 でももうこれ本当に見たと分かるようにガチガチに引っ張ってるわけじゃないだね、うんうん、ガチガチにこっち引っ張っちゃうとこっち側で寄っ込むでしょ。あ、でバランスがあるのね。ほんと案外シート難しいよね。そしてあんまり下手に縛ると一回刺激に引っ張っちゃう、はい、横が寄ってこんとか。ああ、じゃあある程度ちょっと強く締めるけどちょっと余裕がないと引っ張ってこれないってことですね。そうですね。特に角なんかはもうこっちやった後にこっち縛るって結構コツがあるね、うん、そうですね。でそこ縛っていくの。これも20代ちょっと大変だね。なるほど。であとは本当にもう本当にもう民間の家の塗り替えなんかもうシートも張ってないのとかあるもんね。道路面なのに引っ張ってないとか。あ、そうなんですか。結構なんかコーナー張ってないとかね、ありますね。結局シートが薬問剤があるもんで、はい、で大きい1800のやつを1200のところに貼ったりとかね、ありますね。ないもんで、ね、もうベタベタに貼っちゃって縛れてないみたいな。結構そういうのあるよね。ありますね。結構やんちゃですね。こうやってね、結構早いね。早いですね。なんか時間計るって瞬間すっごい早かったね。勘弁してください。で、まあ、こんな感じか。今回はじゃあメッシュシート、時間を出したらすごい手が早くなったことについてお聞きしました。ありがとうございました。ありがとうございました。また見てー。